りゅうちゃん、ひめちゃん、朝ですよ。起きてくださいね。りゅうちゃん、ひめちゃん。よだれがすごい。りゅうちゃん、ひめちゃん、今日学校ですよ。あ、起きて。ひめちゃん。ひめちゃん。りゅうちゃん、起きて起きて。ひめちゃん、起きて。起きた。はい、挨拶して。せーの。おはめろー。りゅうちゃろうだよ。本日は小学生のモーニングルーティンを撮っていこうかなと思います。イエーイ。ということでね、今日ほら学校行く日だから、起きたところから学校行くまでのりゅうちゃんとひめちゃんのいつものルーティンをね、撮っていきますよ。現在時刻はりゅうちゃん何時？7時18分。おー、急いで準備してください。ひめちゃん、ひめちゃん、ひめちゃん、挨拶してください。挨拶、オープニング撮りますよ。はい、オープニング、はい。おはめろー、まひめろだよー。はーい。寝るんかい。ブー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 。始まった。今から5秒以内に起きないとママがひめちゃんの顔面ペロペロします。5、4、3、2、1。起きた？起きません。あ、起きましたね、おちめちゃん。はい、じゃあひめちゃん起きたね。ご飯食べるよ、朝ご飯。りゅうちゃんはね、起きたらまずね、歯磨き派ですね、りゅうちゃん。姉ちゃんはご飯先食べる、あの準備する順番はね、朝ごはんを食べるか歯磨きをするかで分かれます。牛乳とピルクルどっちがいいですか？ピルクル。牛乳、はい、いただきます。舌をちょっと忘れちゃった。いただきます。はい、いただきます。はい。服どうする？姫が選ぶ。ママも持ってきて。姫いつも寝るときパジャマやけどさ、うん、リュウはもう寝るときも私服。リュウにパジャマという概念はない。ということでね、だいたいひめちゃん、リュウちゃんがご飯食べてる間にママがお洋服を選んできます。おいしいな。キャベツの味しかしないけどうまい。レタス、キャベツ、いやレタス、キャベツじゃないの、いやレタスやろ多分。ママ、これってレタス、キャベツ、レタス、レタス、キャベツかキャベツか知らんのかな。早く忘れて。はい、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 続きまして、りゅうちゃろさんはね、寝癖直しをします。寝癖直し、りゅうちゃんのね、寝癖直しはね超簡単。寝癖直しスプレーを振って、牛で研いで、そして最後に帽子をかぶるだけ。以上でございます。嘘だと思ってやってみてください。で、りゅうちゃんは準備完了。あとは姫待ちで。あれ、りゅうがどこ行った？遊べよお前、早く遊べよ。逆に。ひめちゃん、うん、遅くないですか？遅いです。学校へ行くのがね、うん、遅い原因はこちらでございます。早くえ。ちょっとりゅうちゃん、ひめちゃん、学校の準備してなかったの？メガネ、メガネ、大事なメガネ。りゅうちゃんの消しゴム、うん、それはね、てれれれってれー、こん
でしょう。ひめちゃん、汚い部屋動画にて全国放送イエイ。りゅうちゃん、ランドセル背負って待っとるけど、姫まだ髪の毛もくぐってへんし歯磨きもしてへんで。まだですね。本当にマイペース。今日朝起きた時、口の周りよだれでベタベタだったよ。よだれ跡ちゃんと拭いてね。変わらんでいい。汚ねえな。よだれめっちゃついとったんやから。洗って洗って。顔いつも洗わんの？お風呂じゃん。いやいやいや、それ夕方とか夜やん。汚ねえ。ご飯食べないんですか？おもちちゃん。今ね、おちめちゃんがね、お着替えしてるのでね、うん、その間はね、おもちちゃんの映像でお楽しみください。おもちおもちお着替えしました。はい、今日はポニーテール、ツインテール、ポニーテール、うん、サイドの髪の毛は出す高さ、うん、高さは高さは低め。低め？あんまりさ、こう学校にさ、可愛い髪型してこうとかないの？うん、可愛い髪型してても意味ないもん。あ、疲れた。何もしてへんやん、大して。息しとるわ。可愛い。じゃらしといて。ランドセル背負うの早いわ。で、この姫が髪の毛終わったくらいに、だいたいこうね、寝癖が落ち着いとるから、浮いとんのはこの寝癖直すと帽子で治るんやけど、この跳ねとんのは治らんから、跳ねとる部分だけをアイロンでサクサクっと。ママの研究結果によると、平野ってここ結構ピーンってしとるから、うんうん、ここはピーンってしときたいの。なるほどね。はい、マスクして。マスク。マスク、クククじゃあ行こうか。うん。りゅうちゃんとひめちゃんのね、ランドセル姿を見れるのも、あと、りゅうちゃんは数ヶ月、ひめちゃんはあと2年。いってきまーす。はい、ってことで、今日は小学生のモーニングルーティンを撮ってみました。はい。いやね、リュウたちってさ、いつも遅くてさ、起きんのとか、いろいろ準備とかも、だから、朝で送ってもらってるんで。違うよ、ママが過保護なんでやろ。ママが過保護なんで、朝は馬車で通勤してます。通学だよ。はい、ということで、よかったな。バイバーイ。ママ過保護だからさ、過保護だから。過保護だから。